やる気が出ないときどうしたらいいの？やる気出ないと。
で、あとは信用だ、普通に信用だけどどうしたらいいか。そもそもお金1万円とかあれを、あれ1万円の価値があって信用してるじゃないですか。あれ多分信用、ただのためなんだけど、みんな信用してる。信用すれば、いいものこれをって言った人なんです。だから、ここまで人に聞いとけば間違いない。っていう本なんだけど、まあ、ちょっと全部読めないから、一回読みます。どれが本かなっていうのを、パラパラパラでたまたま止まったところで読んだら、ストップって言うから。ストップって言う。じゃあ、いくよ。はい、こちらです。元気がない時にはどうしたらいいのーっていう話です。はい、でたまたまですね、これ42ページ、まあ、でね、この論語と風呂っていうのは、この論語っていうのは中国の講師、講師知ってる人、ああ、C 学の中国の超偉い人で、こういう風に生きていれば基本いいことしか起こらない、それもまあすごいことが書いてある、これ読んどけば間違いにっていうやつなんです、ね、で、論語がそれね、で、なぜかソロ版なんですよ。ちゃんとやっとけばお金持ちになれる、まあ、渋沢栄一はそういう人です、ね、悪いことをしてお金を稼ごうとすると、結局その後、お金も絶対やめちゃう。いいことをしてお金を稼ぐと、どんどんお金が減る。そういう本なんですね。で、お金を稼ぐには元気が必要だっていうお話が、ここにたまたま、ストップって言ったら、出たんで、これを読みます。おへその下に力を込めると気持ちが落ち着いて勇気が湧いてくる。書いてある。まあ、これ、日本、現代風に書くことなんですけど、原文は、各部に力を込める習慣を生ずれば、心広く体豊かなる人となりて、沈着風を生じ、勇気ある人となるのである。書いてある。で、どういうことかっていうのが解説してあるのか、こちらを読んでみます。何部だ、まあ、あと2、3個読める。みんなもドキドキに元気がなくなる時があると思いますけども、そういう時は、おへそよりも下に手を当てて力をグッと入れると今言って入れるといいんだ。で、これ俺もやってみたんですけど、これマジです。実際やってみてください。マジです。これ科学的に正しいです。そうすると勇気が湧いてきます。で、江戸川乱歩さんという人が書いた怪人20年層という本があるんだけど、主人公の少年が悪者が行く家に警察に行くときに心臓がすっげえドキドキする、まあそういうことあるよね、なんか、ね、緊張したりとかやべえって誰に怒られてうーってなって、まあドキドキするときか落ち込むときがあるけど、そういうときはどうしたかというと、こっちに力を入れるとこのドキドキが収まる。頭とかこの肺とか心臓とか、こっちに血が上ってる時はうまくいかないんですよ。一定数緊張したとか、企業さんからガチガチになるとかあれじゃないですか、色々その時は大体こっち側に力を入れると、だんだん落ち着いてくるので、これスポーツでも使えます。で、昔の人はそうやって自分を勇気づける方法を知っていました。もうそれが論文に予想も書いてる。で、そうやってるとお金儲けだけじゃないんだけど、何でも基本ピンチってあるわけですよ。常にピンチやべえってなるんですよ。これで大損みたいなこともあるんだけど、そういう時は大体こっちに力を入れると冷静な判断という話。だから例えばピアノの発表会とかサッカーの試合とか野球の試合とか、自信がなくなったり人前で上がってどうしようってなる時があります。そういう時は息を吸ってこっちに力を入れましょうって書いてある。俺いいとこ選ぶの、誰だっけ選ぶの、いいとこ選ぶの、さすが、さすが、
だからあっちが頭に登ってる時はクロス上げるのがちゃんと息を吸ってこっちに近い。そうするとドキドキが収まります。向こうの楽しみっていう話がここに書いてあります。はい、次行きましょう。じゃあ沼地に次選んでいきましょう。お金儲けの話からいきます。5個あります。人として正しく生きることとお金を儲けることは両立しますが1。正しいやり方で儲けたお金じゃないと止まらないが2。先生堂々と、堂々としたお侍さんの心で商売すればうまくいく。3。要はお金に心はなくて使う人次第で良くも悪くもない。で5。お金はみんなのものでお金持ちは貧しい人がいなくなるようにお金を回してあげなければいけない。1番。1番で1。お金儲けって言っていい印象を持ってる人は、実はいまいちなんかその悪いことしてんじゃねえのっていう感じのイメージがある。どういう意味ですか。まあどっちでもいいんだけど、これ最初のページにお金儲けはいけないことなのか、はい、で渋沢栄一の本の原文には論語とそろばんは鼻が遠くして鼻が近いものである、はい、でこの斎藤隆さんの人は現代語です。人として正しく生きることとお金を儲けることは両立しますということを言っている。そういう意味です。だからお金儲けがいけないわけでもないし、まあ、だからすげえいいっていうか話でもない。それでじゃあどんな解説か、俺も知りたい。そんなにお金みたいな、お金儲けをするのはあんまりいいことじゃないと思ってる人はいませんか。もう結構だよね。人として正しく生きてる人はお金儲けとかあんまり考えないんじゃないかと思ってる人もいると思う。でも渋沢栄一先生はお金儲けと正しく生きることは両方とも同時にできると言っています。で先生は論語とそろばんはセットになっていますと言っています。論語というのは人としての正しい生き方について書いた本だな。そろばんというのはお金のことで、当時はお金の計算をそろばんでやっていたので、渋沢先生がお金という意味でそろばんを使っている。でその2つがどうしてセットになっているかというと、お金がないと世の中が回らないから、まあそもそも学校が立たない、みんな学校に来れない、で先生の教育出ない教えてくれる人いない話になるから、まあ、お金いるよ。でみんなが食べたり学校に行ったり生活するためにお金が必要です。だから金、お金儲けはしなきゃいけない、むしろ。それでそのお金を正しく使うためには両方のように正しい生き方の教えが大事です。で両方あるとお金を正しく使ってより良い世の中を作る人に自分がなれる。でそういう人にだけお金が集まってくるようにこの世の中ができていますと、こう書く。まあ確かにという話が頼むとですね、最後、はい、じゃあどうでしょう。最後の方に行こう。最後はこれ選ぶけど、たまたまパンとどれを選ぶかはあんまり選んでなかったけど、5章のどっかにしましょう。5章、あっこれは今っぽいですね。これね、全部 AI にやってもらえば楽だよねというタイトル。いやそんな渋沢栄一の時代に AI はなかったですよ。だけど渋沢栄一さんは超天才だから、100年先を見越したらもうこれさえやっとけば100年生きていけるということを書いてあるわけです。今にも通じるわけですよ。だから AI で機械で何でもやってくれじゃん。だから英語喋れなくても AI が翻訳してくれんじゃねえのか、まあ、言うから別に仕事なんかできるようにならなくて AI が全然できるんじゃない。サーチなんかやらなくたって全部ペレンタっていう、かっこいいかなくていいじゃん、まあ、怠けたくなんかそういうこと思うし、
神聖の生命文明ということは全ての制度分立の部位とそれから一般国民の人格と知能において初めて生きるだろうと思うと原文には書いてあるそうです。よくわかんない。日本語に訳すと機械があるだけじゃダメです。それを支える人間がいて初めて文明が進歩します。だからそもそもその機械誰が使うんだ。なるほど。で、人がいないと AI も作れないですね。で AI 作るための勉強ってどれぐらいのことって絶対算数絶対国語理解だって翻訳するんです。英語で言えないから、日本語で言えないから、絶対 AI 作れないし。で、コンピューターがもっと発達すると、人工知能と言われる AI がいろいろな場面で活躍するようになるんですね。まあ、なりますよ。もうなってます。俺もめちゃめちゃ使ってます。まあ、Google で検索する。もう常に AI 使ってます。自動車が自動運転に、まあ、もうすぐなるでしょう。だから運転する必要ない。で、家の中でもお料理とか掃除とか、まあ、ルンバとかあるから、まあ、あれも、もっと便利なんですね。それで、料理も作ってるんですね。全部 AI がやってくれる世の中が、まあ、だから君らが大人になる頃には大体そうなってるわ。多分。俺とかも欲しいから、あれ。君らが大人になる時にそうなってる。で、その時にどうしてきゃいけないかっていうの。で、ちょっと待ってくれ。AI を作ったり、もっとすごい AI に改良する競争になっていくわけ。っていうことは。だから、他の国の AI よりもすごいものを作る。日本の方がいい。他の県よりもすごい AI を作る神奈川県とか。もう、わかんないです。まあ、そういう競争になってる。今は、テストの点数を普通に競ってたりするんじゃないけど。だからなんか、の技術を競ってたりするんじゃないけど、まあ、そういう時代になってる。でそれはまあ AI 開発するの人間だから、どんなに便利な機械や AI があってもそれだけじゃダメだ。それを作る人間の頭脳や知識能力があって初めて進歩が生まれる。渋沢先生は日本で最初に銀行を作った人です。まあ、これ最初に言ってる。建物を作っただけじゃ銀行にならないです。横浜銀行ありますけど、建物だけじゃ意味ないでしょ。あそこにお金があってこういうふうに出し入れする決めてないルールがある。銀行の意味ない。そういうことです。で中で働く人がいて、お金を預かって、それを会社にして、世の中の活動を支えて、初めて銀行にやる。そう。まあ、それと一緒だ。いや、まあ、そういうことだ。機械があるだけだと、まあ、建物があるだけみたいな話じゃないですかっていうことです。そんなに難しいことじゃないです。だから AI がいくら発達しても、それを支える人間がいないと、何の役にも立たない。いうふうに書いてある。まあ、結構いい話ですね。はい。じゃあ、これにしておきますか。以上でございます。この面白い話も、まあ、子供の、僕が一番すごいいい話。読めなかったでしょ。買おうかな。そうです。渋沢栄一、最初の話どうだったの？なんか緊張した時に。あ、そうそう。いい話。そうね、君らも緊張することってあるでしょ。言われてみれば確かに大人になっても緊張することってあるなって思ったから、これやってみるといいやってみるといい。やってこっちから入れて、まあ、ね、お前は出ない程度にこうやってみてください。先生これからやってみようかなと思いました。二つ目のお金の話だけど、イメージが確かにあんまり良くないなってなった。君らナチスドイツって知ってる？あれはユダヤ人、そうそう、ユダヤ人、確かに。なんであれユダヤ人に嫌われたかっていうと、ユダヤ人はお金儲けばっかりしてたから、みんなから嫌われてたっていう。でも、今話を聞いてると、なんかそうなんです。正しいことを行っても、実はお金が自分に返ってくるような話を聞いたら、ちょっと、勇気が湧いてくるのが、なと思いました。三つ目の話は、はい、AI。AI の話がさ、確かに、あれがあるじゃん、これがあるじゃん、君らそれがさ、乗っかってるだけじゃん。じゃなくて、どっちかというと、今度自分がそれに携わる側、作る側というかさ、設計やる側、まあ、誰かがやってくれるだろうっていう、こう他人任せではなくて、今ゲームもいいよ、ただゲームをするだけじゃなくて、そのゲームから今度、じゃあ自分が作ってみようっていう、その一歩、そっち側、受ける側ではなくて、そっち側の方に、作る側の方に、行ってみると、ね、より進歩、
技術が進歩していくんじゃないかな、それはね、若い君たちが、見せるべき、だと思いますんで、ぜひぜひ亡くなってるのに作ったやつが神、そうですね、まあ、うまいやつは神だもんね、作れた人は神、そうです、そういう話です、いや、まさにそういう話です。はい、はい、では今日読んでくださった、茂木さんのお父さんに大きな声でありがとうございました。せーの。